はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、高難易度3惑星の地獄道を装備控えめで合計3ターンで終わらせていきたいと思います。もうひたすら、ダークレインの LB スコールの LB で終わらすっていう感じで、まず1ウェブ目は、セトリス裏からスタートして、ステータスのバフ、そして LB バフをかけていきましょう。なので必要になってくるのは、エアリスが2凸以上、そしてダークレインが2凸以上。スコールもしくはティーダの貫突がいれば問題なくこの再現はできるかなと思います。で、スコールは、本当はアークスターのトラマスがいいんだけど、別にね、誰でもいい、エッジでもトゥーリエンでもレーゲンでもいいから、防性 85% デバフができるようにやっておきましょう。で、そしたらダークレインは LB の準備やっていきます。そしたら、ここからはもうトントンと、1ウェーブ目、2ウェーブ目はこの繰り返しにやっていきます。なのでやってることは至極簡単で、エアリスでバフをかける、スコールでデバフを入れる、この2つだね。で、あとはチェインに乗せて、LB っていう感じ。こっからもう1、2、3とほとんどやることは一緒。で、そしたらリロードをしていきたいと思います。リロードをして、やっぱりね、デバフを入れて、バフを入れて、そしたらビッグサンドウェッジをしてダークレイン。もうこの繰り返しなんだよね。で、あとは、基本的にチェインを繋げばね、こういう風に高い倍率で LB が入ってくれるので、一撃で落とせるような形となっております。特にダークレインはね、全属性、全種族キラー 200% 持ってるから便利かなと思います。さあ、じゃあラスト3ウェーブ目やっていきましょう。で、ラストはスコールのスーパー LB が溜まりますので、スーパー LB 使って防性の87デバフを入れていきたいと思います。というかもうラストはスコール一撃で終わりだね。で、エアリスでバフかける。そしたら、それに合わせてビッグサンドウェッジでスコール。これで終わり。ダークレインはね、最悪使っても使わなくてもどっちでもいいかなと思います。簡単に2人を一撃で落とせましたと。じゃあ装備見ていきましょう。セトリスの裏は、一応黒曜の腕輪を入れてるけど、別に意味はない。そしてプリンセスガード武器一つという形になっております。続いて、ビッグサンドウェッジは、杖を装備可にして二刀流、そして戦うの効果を2回。ポネの杖を持たして、闇以外の属性と闇の銃持たして、早い段階で最高倍率に、チェインがね、到達させるように気をつけております。で、あとはね、一応バーストストーンとか高めたけど、そんなに意味はなかった。で、続いてダークレイン。ダークレインは自身のスパトラとセレチケで獲得できるグリムロード桜の槍を採用しております。その他は、一応配布でもらえるやつとかにしてある。ハイの帽子だけつけたけど、60ぐらいあるやつだったら別にあれでもいい。クワールヘッドとかでもいいんじゃないかなと思います。で、アビリティは、LB と魔力が上がるメロイのトラマスを使ってるんだけど、青フィーナのトラマスなんかでも代用できるかなと思います。そして、人キラーと、で、あとは、獣と人と植物に今回耐性が敵ありますので、この3種族が上がるネクロポリスを採用してます。なので、アビリティ、ブグ倍率はマックス、ビジョンカードは、いざ、地味、毛量、退治ということで、魔力の固定値300上げております。で、続いて、スコール。スコールはさっき言った通りデバフのアビリティを1個で、ムチをね、今回装備させまして、コラールのスパトラ、もう多分コラールが僕の動画で唯一輝く動画なんじゃないかなと思うんだけど、コラールのムチが闇を持ってるんだよね。で、両手の闇武器を持たしたかったから、ムチ装備化をつけて、コラールのスパトラを採用しました。で、そしてあとは配布の装備だね。アビリティ、ブグ倍率、LB、人と獣。ラストをスコールだけスーパー LB 使いたかったから、人と獣耐性だけは高めているような装備構成とアビリティ構成になっております。ビジョンカードは役者デビューを採用しております。こんな感じで合計3ターンで終わらせることができました。皆さんもね、ぜひ簡単に今回の高難易度を倒してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではまたね。